こんにちは、つくです。鬼から電話。今回は片付けないとき超怖いバージョンということで、いろんなキャラクターに電話をしてみようと思います。だん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 怖いやつに電話をするんで、ビビりな人は気をつけてください。よし、じゃあ早速行ってみよう。まずは片付けないとき魔法で片付けてやろうか。これは魔女のおばあさんだね。まずこれから行ってみよう。多分そんなに怖くないと思う。電話をかける。ちょっと怖いか？あれ？魔女こんなに怖かったっけ？雰囲気やばくない？なんか。すげえ暗黒なんだけど。電話、じゃあ出ます。応答。ひひひ、魔女だよ。魔女だよ。まだお片付けしていないのかい？そうみたいです。では魔法で全部なくしてきれいにしてあげようか。そうだね、全部捨てちゃえ。魔法をかける前にお片付けをしない子をちょっと呼んでおくれ。おい、こっちに来るんだ。こら！何回もお片付けをしなさいって言われてなかったか。赤鬼になった。早くお片付けしないと、もっと怖い魔法をかけちゃうから、急いでお片付けしなさいね。ちょっと楽しそうだな。笑って帰ってったぞ。よし、じゃあ通話を終了。なんかさ、魔法で赤鬼の顔になったの？あ、わかんないけど、普通に魔女の顔も怖いんだけど、魔法で赤鬼なんかなんなくてもよかったのにね。十分魔女の顔でびっくりするわ。おばあさんが本気で怒ってる顔って怖いじゃん。よし、じゃあ次行ってみよう。次はこれ行ってみよう。片付けないとき部屋が散らかっているね。俺もなんかおばあさんっぽい顔してるけど、この妖怪なんだったっけかな。確かちょっと怖かったような気がするんだ。というわけでこいつに電話をしてみます。行くぜ。あ、天井下りだって。天井に目があるね。あれが多分妖怪なんだわ。着信音足音だけだね。なんだこりゃ。よし、じゃあ電話に出てみます。行くよ。応答。もしもし。おばあさん。私は天井下り。どうも。うわ。おやおや、お部屋が散らかっているよ。散らかしたままで片付けない子は誰かな。ぶら下がって揺れてる。困ったね。こんなに散らかしていたらおもちゃにつまずいて転んでしまうだろう。そうだね。おもちゃで遊んだ後はちゃんと元のところに片付けるって、お家の人と約束しなかったかい？さあどうする？ちゃんと片付けてお部屋をきれいにするのかい？片付けろ。きれいなお部屋になるまでずっと上から見ているからね。うわ、びっくりした。普通にガラスが割れた音した。わお、これスマホが割れてるんじゃないよね。大丈夫だよね。多分大丈夫です。はい、というわけで通話を終了。めっちゃ近寄ってきてたな。ソーシャルディスタンスをよろしくお願いしますよ。どうだった？ちょっとは怖かったかな。まあ今のが2番目。次3番目いきますよ、じゃあ。3番目はね、鬼から電話じゃなくて鬼から電話デラックスいきます。はい、鬼から電話デラックスの、オリジナルで作った赤鬼さんじゃなくて超青鬼さん行ってみようと思います。行くよ。ちょっとは怖いから覚悟してて。行きます。着信音は普通です。はい、じゃあ電話に出るよ。応答。もしもし、超青鬼です。超青鬼、今日はどうしたんですか？部屋を片付けない子がいるんです。なんですって？
おお、めっちゃ怒ってる。ちょっとお子さんに代わってください。おーい、こら、どうして片付けないんだ。誰かが踏んづけて怪我をしたらどうするんだ。それともそのおもちゃ全部この超青鬼が踏み潰しに行ってやろうか。粉々のぐちゃぐちゃに踏み潰してしまうぞ。おっと、間違えて君のことまで踏み潰してしまうかもな。うわ、それが嫌ならさっさと片付けるんだ。わかったな。じゃあな。うい、めっちゃ怒ってます。超青鬼さんでした。はい。通話を終了。どうだった？ちょっとは怖かった？まだ全然平気っていう人いるかな？まあ、そういう人のために、次は本当にとっておきに怖いやつです。鬼から電話デラックスでもなく、次は、クランプスから電話、クランプスコーリングっていうアプリに行きたいと思います。これのお片付けをしないとき、おもちゃを消してしまうからなっていうのがあるんで、電話をしてみようと思います。もう見るからにやばいよね。外国のリアルなお化けだと思うんだけど、こいつに電話をしたいと思います。行くぜ！これだけ見ると、そんなに怖くないか。ちょっと暗い中に白っぽい人がいるだけ？よし、じゃあ、電話に出てみるよ。応答。もしもし。うわ。どうしたんじゃね。ガリガリだ。また、お片付けをしてくれないのかい？毎回毎回。困りますね。お片付けをしない子はどの孤児へ？その子をここに呼んできておくれ。おい、これ。なんでお片付けができないんだ。何度も何度もお片付けしなさいって言われてなかったか。お片付けができないならそこのおもちゃを全部魔法で消してしまうからね。こいつも魔法使いです。おもちゃがなくなってしまったら困るだろう。まあね、おうちの人みんなと気持ちよく暮らすためにはお片付けができるようにならなきゃダメだからな。はい、わかったかな。お片付けができたらまた電話してくれよな。またね。いや、片付けできたらもう電話したくないだろ。やだよ。なんで電話しなくちゃいけないんだよ、片付けしたのに。ツアーを終了。顔骸骨みたいな魔法使いだったのかな。はーい。というわけで、片付けないとき超怖いバージョンで全部で4人のキャラクターに電話してみました。どうだったかな。怖かったかな。怖かったっていう人はいいねを押しててください。怖くなかったって人はまあ、いいねを押しつつ、コメントで、まあ、そんなに怖くなかったよ、みたいなことを書いてくれたら嬉しいです。というわけで今回の動画はこの辺で終わります。まだまだ紹介してないキャラクターたくさんいるんで、次の動画で紹介したいと思います。チャンネル登録しとくと、次の動画が見つけやすくなるよ。それじゃあまたね。バイバーイ。